んな好きじゃないけど、まあそこはせない感じよね。気持ちを測りにかけるのはいいんじゃない？その値段とか量とかを別に測っても、まあ、ね、後からしまったなと思うけど、いや、あの時すごい感動させられたけん、スイッチしたとか、あの時感動させてくれたけん、やっぱスイッチせんかったっていうのは、ずっと残せるじゃない？うん。いや、それはさ、具体的な数字を言えばね、1万5000円に消費税払いようとよ、月々。ね。それはね、1万円に消費税にするって言うじゃん。もうまず月に5000円違うんよね。こんなんありえんとよ。だってセコムのが高いって聞いてたら、私2万円くらい言ってくるのかな。やっぱ、ねえ、月々のこと考えたら、じゃあそれにプラスアルファで、保険料がさ、何？年間50万くらいから違う。もう全然違うわけよ。わざと破られるようなんて焦点しようわけじゃなくって、その結局絶対破られないように、つまりなんか保険稼ぎみたいな、なんか、あそこってわざとみたいなのと違うっていうのがちゃんとセコムが、要するにちゃんとうちを、要するに理解してくれと思うやけん、保険料もこれでいいですっていう数字を言うてきようわけ。はい、なかなかだけよう分かっとんしゃっちゃん。持って、話を持っていかたらスマートと。だけちょっとか、たら、もう、変わりたい理由があったところと、その、ちょうどその、保険とセキュリティが一つの、あのね、なんでその、これが魅力的なのかっていうと、いざ、破る、いっぺん、その、セット団にやられて運命した時ね、たらね、こっちはさ、やっぱり、こう、動物と違うのはね、人間ってね、怪我したら、怪我が治っても、それのこう、メンタル面、これが残るんですよ。って、よ言われるんで、うーんって思い立っちゃうけど、自分自身がそうなって思うんよ。恐怖心って残るよね。で、そのこととかもいろいろあって、その部分っていうのが一番こう、メンタル的にきついのに、保険がこれやったら出るとか出らんとか言い出すわけよ。保険やって。ただ、いざっていう時にそれとそれが一緒だったら、まだちょっとほら、そこが、ワンクッション、なんかあってもこうだとか、だとか言われるのが一つの、コンパクトの一つの会社になっとっていうだけで、こっちとしてみれば、誰と話がすれば済むんだっていうのが分かっとるけどね。だけど、当然そうならんことをずっと布石しとっちゃうけど、なった時に、それがあった時にさ、もう勘弁してと思ったわけよ。出ない理由ばいいだしんちゃっちゃう。こんなところとするもんかっていう話になっていくわけよ。で、もしかしたら同じかもしれん。だけど、それでもあのさ、これ変わった理由が違うやんみたいなね。話がまだあいつとはできるな、みたいなね。顔が見える人、だけど、私思ったっちゃけどさ、いざっていう時に顔が見えない会社ってダメかなと思うよね。うん。同じ話するんよ。うん。だけど、どうかしたらね、もうその時って、その保険のどの頃とかいうような業務的な内容がどうのがどうのじゃなくてね。それこそ、パリとか、ああいうミラノとかに買い付けに行った後、パリのシャルル・ド・ゴール空港に預けた品物が、スーツケースが、預けた後開けられたとよ。で、物持っていかれとった。だけど、帰ってきて初めて、なんかいらあかんねえと思ったわけ、ガタガタと。ただ、鍵が開ける、あれされて、結局その、開けられて、抜かれてる、っていうのをね、目の当たりにしたときに、JCB とさ、JCB とアメックスって、全然対応が違うじゃん。アメックス制約説なんよ。JCB はちょっと日本型やけど、そりゃもう怖い、もうどんどんも大変な目に遭われましたね。手続きはこういうことになります、こうね、っていうことで、もうこっちがさ、やっぱそういうことにあったわけ、わーって。でもアメックスとかもうどっちかっていうともう、こう、なんていうかな。まあ、それが普通と言われればそうなんやけど、なんかあった時にね、雨降りに傘貸さないじゃん、傘貸してくれないみたいな感じの、ところじゃやっぱいかんね。うん、自分が辛い目に合わせられた時は絶対にこれお客さんだってお金借りに来てほしいの絶対辛いっちゃいけん。ここはもう絶対にホットステーションじゃないといかんなとかね。うん。そんなのこう嫌な目に遭った時にね、こう絶対に私のお客様には絶対こんな思いはさせんぞ。うん、とか、私と携わった人には絶対この思いはさせん。うん、っていうのを思いよっちゃけど、あまりにも、もう、インギンブレーダーとかも分かってない人はもう切る。もう無理やけ。っていうので、もう、あれですよ。剣もほろろな人もいる、私にはいるんですけど。でも、
あの、何かのご縁で私と携わる人にはもう絶対にもう私はホットステーションになるみたいな。うん。っていうのでやっぱりね、こう、そういうこうね、抜かれ、ものが抜かれたり、瀬戸田にやられたりとか、結構これメンタル面来るんですよ。うん、年取れば取るほど来る、うん。うん。で、あの、またこう話が飛んでいくかもしれんけど、豊田商事のさ、問題でさ、ね、被害に遭ったおばあさんが、でもね、そんな言うけど、朝からね、ずっと来てくれて、いろいろ話聞いてくれて、うん、優しかったけんって言うじゃん。うん、もう、これやべえと思う。私はほんとやだな。やりようこと自体は、もうほんと悪い。で、その詐欺の集団やったんじゃけど、優しかったって言うじゃったんじゃん。だけど、その、要するに、ものすごくその、なんか、なんか、ひどい目に合わせられたっていう印象がないって言うじゃんもんね。素晴らしいね、と思った。私、逆に。うん。そう。素晴らしい、やり方、なんか、根本は間違っとったかもしれんけど、営業は素晴らしいことしちゃったんね。なんか、逆に勉強になると思って聞いてましたけどね。それぐらいもし、その、あの社長はひょっとしたらそのやり方としては間違っとったかもしれんけど、仕込み方正しかったよね。違う方向、もしいい形やったら、ものすごく喜ばれた会社になっとったのにね。いい、あの、すごく親切やったとよ、って、やったからそんなしたって言ったらね、未だに騙されたという気持ちになっとらんって言いましたですもんね。あの場所、これ印象的やった。パワーヘルスとかで、空き家にボンとやってきて、先輩ちゃんが当たってて、バンバンと高いのに出てって、そのままにやったら。でもね、今もね、あの、ルクルのね、上の方でね、あの、そういう場所があって、もう、落としてるばっかりよ。もう、もうみんななんか、うん。が、同じですけどね。あの、とにかく、あの、いい関係になって、二人の売られたという気持ちに全然ならない。うん、もうなんか、まあでもさ、どの業界の話もいいところはいただいて、ね、それが本質が本物じゃないといかんということなんですけどね。うんうん、やったあの、100% 悪ってなかなかね、うん。うん、あの、年金のあの人でももともとは騙そうと思って自社連買った人は、うん、まあちょっと、後から悪い状態なのにいいって言ってしまったところぐらいから間違ったんちゃうけどね、うん。あれはね、最初から騙そうと思って自社連買ったと思うよ。ね、本当はね。こう、どんな極悪な商品でも、劣悪だったとしても、あの、100均ですら売れないようなものだったとしても、対応が良ければ売れるんですよ。なのに、いいものを売ってる人たちが売れないがなんでかっていうと、対応が悪いけど、ね。あの、うちのものはいいものだっていうので、腕組みしてるし、油かいてるからね。うん、本当はいいのにね。ああ、なるほどね。昨日ね、あの、なんだっけ、スクープハンター。スクープハンター。あの、おそらくもう架空の変だって言うのはあれよ。あの、急にこう、過去にタイムスリップして、その、ジャーナリストっていう、ドラマがある、あの、番組があるけど、昨日なんかね、感動したよ。あの、結局、冤罪。本当は、あの、自分が殺してないっちゃけど、要するに、そこの店の店主がもう結局、その、男の人が、あの、遊女を、あの、殺したということにして、もう、あの、なっとってるので、遊女が、本当は自分が自決してるっていうのが、こう、売られる着物が、本当は、その、誰かから刺され、胸を刺されたと思うと、胸のここのところは破れとかないかはずなのに、ここにパッと血が出るってことは、こう、自分で自殺したっていうのを、これのいい証拠だっていうのが出てきて、その、なんとか冤罪を、彼の冤罪をね、あの、彼が、あの、犯人じゃないということをなんとかしてあげようと思うけど、最終的に間に合わんで、お知らせで今から、もう、その、お知らせじゃない、その、そういう死刑執行の場所で、その、切られろってしようときに、あのね、けさがけっていうのがあるんですって。けさがけ。初めて知った。あのね。お坊さんがいろいろ話聞いて、あの、お知らせの場ではもう有罪納豆けども、よーっと話聞いて、これは、この人は殺させたらいかんって坊さんが判断したら、けさをその人が、お坊さんが投げててね、そこに首にかかったら、殺さん、あの、要するに赦免されるっていう。あるんですって。感動した。お坊さんの地位高かったという。ああ。けさがけって言うんですよ。坊主にくけりゃけさまでにくいとか、わけのわからんね言葉から言うけさがけっていうこと。ああ、感動した、昨日。はあって。っていうので、あの、そういうふうに決まっとったとしても、庶民の声をね、だけ、裁判員裁判
みたいなのがあったんだよっていうのも、昔は実はそういうのがあったんだっていうのをこう、出してきちゃったみたいね。お坊さんが判断してね、みんなの話聞いて、わあ、これ、でもしかもね、お坊さんが今朝がちゃんとそこにかからないかなというやん。お坊さん笑うけど、今朝かけられるんじゃないかと、どっちかって修行は。っていう、感動した私。うん、なんか今度ちょっと、座禅くんの時で、今朝かけの話をしてみろうと思って。嫌なおばちゃんが気をころごろ座禅くんに来るねと。で、それが、あれはもう、仙台和尚の、達中なんよ。いきなり言うてよ。あ、達中っていうのは、例えば、大徳寺ってあるよね。大徳寺の中にちっちゃなお寺があるっちゃけど、それの中の一つが達中っていう。だけ、聖徳寺の中の、聖福寺の中の、妙心院なんとかあんっていう一つの達中。そう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 、だけ本家が聖徳、聖福寺だったら、聖福寺の中に、ちっちゃなお寺が一つ点在しとって、それがもっとたくさんあったんだけど、今はもうかなり数が残ったなんだけども、サイモンさんの思いつきって、サイモンさんって仙台和尚のことなんよ。仙台和尚が出たお寺なんよ。たまたま後から調べた。あ、ここって仙台和尚の話、あれだよね。もうそんな仙台和尚が出たとこなんて、威張りもね、あんま新車レモンやけんさ、私もわからんであれなんだよね。うん。あれやったよ。自分たち、こんな修行してる身よりも、あなた方の方が大変、もうこの時代を、生き抜く刑事さんも、そら、大変なことですよってお坊さんが言いました。だっけ、お坊さんに今朝かけの話をしようと思ったから、今度。素晴らしい制度ですねって。昔どれだけ権威があったんだと。うん。なんですって。だからもうそれがかかったら、もうみんな、もう、そこで、うん。もう、なんていうの、それが一番強いですって。いうのが新しいよ。そんなにひどい時代でもなかったみたいよ。どうも。でも今朝だけかからずだね。どうちょ、まあ、いや、だけどまあ、奇跡が起こるじゃない。だけど、やっぱみんなさ、こう、お伊勢参りにしても、その中、その、ね、宗教があんまり力を持ちすぎるのもいかんのかもしれんけど、